マリコ、アキノ、願い事書いた？ちょっと待ってね。できたよ。アキノは？できたよ。じゃあ、瓶埋めよっか。はい。はい。高校3年の七夕になったら、みんなで開けようね。うん、うん、はい。みんなさ、何書いたの？秘密だよ。ルリは？開けてからの楽しみ。私も秘密。からのお楽しみか、うん、楽しみだね、うん、届いていますかその心に私か今日も気持ちよく歌えたね。そうだね。もうさ、ルリの書いた歌詞最高だよ。ありがとう。秋野がさ、書いた曲もいい感じだよね。あ、本当に？ありがとう。ねえ、ルリはさ、歌うの好き？うん、もちろん好きだよ。そうだよね。うん、じゃあ帰ろっか。そうだね。おはよう、深夜。お、どうしたんだよ、そんなぼーっとして。なあ、ミキト、聞いてくれよ。昨日さ、帰るとき、隣のクラスの女の子二人が歌っててさ、それがすっげー綺麗だった。あ、それ、もしかして、宮下瑠璃と吉村明乃？あの子たちの歌声、もっといろんな人に聞いてもらえばいいのに。あ、そうだ。これに誘ってみなよ。それいいな。歌うは力強く優しく奏でよ私の声を届けて。あ、遅かったじゃん。どうしたの？ちょっとね。そっか、まあ時間もないし早く歌おう。あの、ルリに言いたいことがあって。こんにちは。誰ですか？俺、神永信也です。俺は小林美希と。ちょっとお願いがあってきたんだけど、これ出ませんか？教室ライブ奏で。俺たち文化祭実行委員で考えたんだ。教室使ってライブしようって企画。昨日2人の歌声聞いてさ、すごい綺麗だと思ったんだ。だからぜひ出てほしいと思って。ねえ、これ出ようよ。昨日、ちょっと考えさせてもらってもいいですか？わかった。じゃあいい返事待ってるから。じゃ、昨日どうしたの？私、これ出ない。え、なんで？私ね、歌やめようと思うの。まさか秋野が歌うのやめるなんて言い出すと思ってなかったな。秋野、歌やめるってなんで？歌うの嫌いになっちゃったの？嫌いになったわけじゃないけど。じゃあなんで？進路。え？ちゃんとした大学に入って、ちゃんとした企業に就職しろって親にも先生にも言われたの。でも歌うの好きなんでしょ？無理だよ。放課後も勉強しないと大学入れないもん。でも夢ばっかり見てちゃダメなんだよ。ちょっと秋野。ちょっと、あれ、喧嘩でもしたの？喧嘩じゃないけど、
秋野出ないって？そうなんだよ。なんか進路とか本気で考えなくちゃいけないから歌はやめるって。そっか。秋野、歌うの嫌いになったわけじゃないのに。歌ってる時の秋野すごく楽しそうだったもの。秋野にもう一回歌ってほしいな。でも秋野が真剣に考えた進路だから俺たちは簡単に口出していけないよな。でも秋野と歌いたいよ。なんでルリはそんなに秋野にこだわるんだ？実は昔私と秋野ともう一人すごく仲の良かった子がいてね、マリコって言うんだけど、その子大切な人を事故で失って心を閉ざしてしまったの。だから秋野と一緒に二人で歌いたいの。私一人じゃダメなんだよ。強く当たっちゃってごめんね。進路のことなのに。大丈夫だよ、もう気にしてないから。授業始まるから行こう。そういえば昨日は大学に行ったら何するの？今まで歌しか考えてなかったから何やるっていうのはまだ決めてないんだよね。そっか。あれ、これミキト君だよね。ほんとだ、すごい、全国大会出場だって。そうなんです、全国大会出場なんです。どっから出てきた？夢の舞台に立てるなんて毎日の実練の成果が出たかな。すごい、部活以外でも練習してたの？好きなことで負けたくないからね。お前らも頑張れよ。うん。何やってんだろう、私は。ララ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 。明日七夕か。高校3年の七夕になったらみんなで開けようね。マリコ今どうしてるかな。あ、もしもし、お母さん、今日塾だからご飯いらないよ。じゃあね。ルリからメールだ。そっか、明日か。